パニアのエズパニアとは、馬やロバ、ラクダなどの家畜に、荷物を背負わせるための蔵に取り付けた背負い籠、バッグや荷台のことである。あるいは馬の背の両側に吊り下げて体になった籠や、荷物の様からの連想が語源となっている、体になったものも指す。家畜輸送では、骨のや比較、等かごでできた、パニアを用いる。そして農産物や、岩塩。 生活物資など様々な品物をパニアで運ぶ。家畜による運搬には自動車の通行が不可能な境外道路や険しい悪路でも荷物を運ぶことができる長所がある。近年では中国の山間部でも電化がされている地域もあり、険しい山道において家電製品を生活物資とともにパニアで運ぶ事例もテレビ番組などで報告されている。 パニアカゴをつけた実用車パニアバンクをつけた自転車。キャンピング車などによる長距離のサイクリングにパニアを用いる。自転車の前側または後ろ側にある荷台の両脇にパニアバッグやサイドバッグを取り付けて荷物を入れる。また実用車においてはトートバッグやカゴを荷台に下げて使うこともある。自転車用サドルバッグの発明については1 8 7一年十二月七日には バックとバックがつながったパニアバックの発明がコロラド州ボルダーのハートレーアレイによってなされアメリカ合衆国特許第378万6972号が取得されている。そして1884年6月3日に左右のバックが別々になったパニアバックがニュージャージ州カムデンのジョーン・ウッドによってアメリカ合衆国特許。 第299,609号が取得されている。日本では、平成の天皇となった、上皇昭人と上皇后美智子が、かつてサイクリングに用いたサイクリング車の装備にも、パニアが使われていた。当時、皇室に収められたサイクリング車は、自転車文化センターにて収蔵を及び展示がされている。オートバイのパニアオートバイにおけるパニアでは、車体後方の後輪の両脇、 シート後方ないし、タンデムシートの両側に取り付けられる。キャビネット型の場合は、パニアケースと呼ばれることが多い。バック型の場合は、サドルバックと呼ばれることが多い。オートバイ用サドルバックの発明については、1961年4月11日に、ジョージア州アトランタのルース・グリーブスによって、アメリカ合衆国特許。 第2979,098万号が取得されている。グレートウェスタン鉄道のパニア機関車7,714号、パニアタイプと呼ばれるタンク機関車の一種。ボイラーから張り出すように水タンクを設置しており、タンクと床との間に空間がある。イギリスのグレートウェスタン鉄道で多く使われた。同種の機関車の日本国内での使用例はない。 記者の絵本とそのテレビ番組、機関車トーマスに登場する、ダックがこのパニアタンク機関車である。グレートウェスタン鉄道の8750クラスがモデルになっているが、この方はパニアタンク機関車の代名詞的存在でもある。AB ヤマハ発動機株式会社バイク用語辞典、パニアケースヤマハ発動機株式会社バイク用語辞典、振り分けバック。ありがとうございます。